色腕のシーン、それがしと知恵者の盆休み、終わらぬ初夏の歓迎、クレヨンしんちゃん、オラと博士の夏休み、終わらない7日間の旅。さあ参りましょう。やこたびこそもう終わりではないか、もしかして、うん、終わるかもしれない。何日目じゃこれ。ああ跳ねておるの。ガクステゴサウルスがいるようです。あら、もう驚きはせぬよ。あ、ちゃうわ、新しいやつかこいつ。ああ、どういう、いや背中が赤く腫れておったんだよ。ああ、一つ直してやったのよ、それを水で。あ、もうすごい。こんな歌なんじゃな。王女隊もう一応すみんなで弓取りじゃ。ぐるぐるした。やったな。さあ頼むぞ今日は。うん、任せてくだされ。すべての、まずはおしらえよ。いただきます。このあたりがもう、お、なんぞや。全部解決しよう、今日は。秘密の大会がござるのか。うん。秘密の場所に。わからんの。あそこやろ。恐竜対決のやつちゃうか？違うか？あ、なるほどな。大会とか言ってなかった。あそこの踏んだ虫は。あそこが子供の秘密の場所じゃないかな。さて。恐竜相撲。ごちそうさまでした。うん、恐竜相撲のあの蔵に秘密の場所としてるのではないかな。なれば。どこやったかな。どこじゃ。川沿いの、うん、全部川沿いなのよ。川の中、下じゃん、橋の下。まあ歩いてたら見つかるじゃん。そうか。あのどこやったかな、隙間。お、聞こえた。あ、今、あ、そうか、そうか、あそこ。はい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 。ここ。これじゃー。集まってるー。よし。何か開かれるぞ。やっぱりこれ人がおらん。恐竜相撲じゃろ。始まりました。やりまするか。もう。なんか盛大な恐竜相撲が行われてる。うん。ここの秘密の国技館で。お、狂言の動き方した。ちょっとこれ。お金かけるやつかもしれんな。ああ、違法賭博。お金かけて、うん、やるのかもしれんな。違法賭博の匂いしてきたの。銭がかかったらもう完全にアウトじゃな。結局。いや、おるのよ、この。おららが取り締まってる感じがするの。結局これ。さあ、まあ、お、何これ。あ、カンタム。これおねねはあれか。おねねはもうギザギザを指定してきておるな。強いのよ。まことじゃな。かなり強いの。これでいくか。弱いぞ。いや、もう勝てんのはおらんのよ、カンタムは。カンタムで行ってどうしよう。か、出発おしんこ。さあ参りましょうぞ。結局これじゃんけんじゃからな、手のひらで。さあ、これ欲を書いてこれ行くと負けたりするからの。なるほど。まずこの辺りで行くか。ああ、様子見るか。うん、カンタム、カンタム、くの字、ヘラ投げ。ちょっとこれでまずは、うん、いざ勝負。あ、アイコちゃん、あ、アイコはこれなんじゃ、相打ちは。あ、これ目押し得意じゃからな。いけよ、頼むぞ。はい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 。おー、見事。これになればもうそれが勝負。100%。おー。鍛えておるから、すごい。目押しの三島。めちゃくちゃ運動神経悪いんじゃない。これだけ強い。目押しだけはできた。
もっかい、もっかいこれ来るとは思わんじゃろ。なるほど。じゃから向こうはもう一回これでいこう。うわぁ、やろ、やばし、やめよ。あぁ、うわ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 ぁ、111やられた。どれにしますかね。ちょっとこれは、なるほど。うわぁ、これやばいな。やばし、やばし、やばし、111だろ。うわぁ、よし、一冊出すか。そうじゃな、出さねば。さあ、向こうも溜まっておるからの。一旦待ってっていうのもあるの。はあ、なるほどな。一旦待って。いやいや、まあいいか。もう一回パー。3回出してるから、もうないと思ってる可能性も考えてる、考えてる。パーを出してくるのか。考えるないのよ。ただただ強いやつから来ておるから、ね、多分向こうはこのチーかこれで迷ってるはずなの。あーチーかこの逆にグーは超絶超必殺チョキで迷ってるならもうパーは危ないじゃろ。これここに来た拳まさか一発、うん、いくか聖剣好き拳終わり多分終わり最悪じゃ頼む残ってくれ強そううわーうわーうわーうわどうじゃ立ち上げれるか立て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 やられましたやられました3連敗したじゃんけんでちょっと単純にじゃんけん強いのあれおねね殿怖い怖いあ、おきねどのかあ、おきねどのしんのすけの負けですやめるしかない、ね、強制的にもうやめろたく、嘘じゃんやめろ移動してもらえるのうわぁ情けないな情けなや終わりか基地の真ん中にある段ボール箱基地基地などござったここのことかいいに喋ったどこじゃろうな基地ここのこといやいやもう火ついておるじゃないこの人こういうゲームちゃうやるじゃんもっと街中を落ちてもっといろんなことを探してくだされよ、うん、さあまた、おきねえ殿ゼロ回倒したの、おきねえはもう一回これでいくかやっぱこいつで勝ちたいじゃろ、まあ、このからくり負けたまま終わんのは嫌じゃな大型からくりでいく行こうカンタムからくりこれが気になるねなんか札を一枚も持っておらぬみたいな、うん、なんかチョコいるよなんだろうなうん、出発、おしんくん。いざ。始め。よし。さっき、うん、パーとパーで初戦、うん。これでいって、向こうもこれで来てたから。で引き分けたな。でそこからチョキしか出したらんの。だから最初のやつをデータを元にあいつら出してきてる可能性あるな。だからまたこれそこで振っといてパー出すと思われてるじゃんうんいやさっきのはもう消えてるよデータはもう一発パー出すかそしてグー出したら勝てるじゃんよしそういうことよしはいはいもう寝押しなら任せてくださいは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 い、はいはい、よしよしこれだけそれがしが勝てるの、うん、これだけでいけよなよしやばい。まあまあまあ。それがしの。これでは全然。小手分回しはいかがかな。これでグーじゃな。拳。これで拳出すことも読まれてる可能性あるの。いやこれで次向こう行くか。出してきたすごいぞ。拳。
これいけるじゃん。よしほーれよし、すでに傾向は良い、食らわしてやれ。よし拳、よしよし、かなりコテ拳。うーん、こっからじゃな。となると今向こう地位出しておったから1個前のにやっぱ影響されてんじゃん。ん、次パー出したらこいつはまた俺ら拳出すと思ってんちゃうかな。なるほど、じゃあこっちはパー、これちょちょちょチョキ出すと、ちょちょちょ拳出すと、パー出すから次チョキじゃな。次は地位を出せば、うん、呼んでる相手の頭の中、うん、おそらく1個前のやつを元にこいつは戦っておる節がある。よしよし、いやそらしやしやし、ほんまに近づけてやれ。いやあ地味じゃん、聞いておるな。前蹴りじゃで使ってくるわ。もうこれはもうこれ使ってくるからもう使うしかないな。これは使うしかないか。そうじゃな、超一冊技じゃ。そうじゃな、そりゃそうじゃで目足、はい、勝ったはいはい、やりました。はいはい、はい、よーし勝った。キルドのすまんの、いけいけ、いやー歩くんかい。やっぱ、まあ、結構肉弾戦すごいの出ると思ったら、いやなんかならんのかも。この光線とか出せんのか。殴りやった、ただの。いや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 、うん、最悪や、こいつアホやな。向こうじゃろ、ああ、あいつら最悪のチャンス与えてきた。だからそれがしがパーを出さば負けはない。いいってことじゃな。これはこれでいくか。そうだな、うん、まあ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 。で、目押し、はいはい、優しい、はいはいはい、よし負けはない。さあ、いけ。決まった。いかがじゃ。おはまだ息のみておるか。うわ、ここ無双じゃ。こっから逆転されたもん、恥じゃったな。次チョキちゃうかの、パーと思ってるから、うん、あ、じゃあパーと思ってるからチョキ出してくるからグーだ、拳、はい、うん、はい、もういくらなんか知らんけど、全てよ手の内は全て読んでおる。なんか知らんけど、なんやこのデータ、なんでそんなこと。手の内は最強かもしれんな。次何出すか分かる上に目押し完璧、最高かもしれん。お見事、完全勝利、全てしんのすけの勝利です。あ、これで全員倒したら、全員倒す、これ同じ要領で来るかな。2回戦じゃな。おまさ殿はな、この間むちゃくちゃ弱かったのよ。あの次はパーを出そうかなってずっと言って全部言ってくれる。さあ、おまさ殿、まずはこれで様子見る。ああ、これが一番溜まるからの。そうだな、様子見ると思われてるかもしれんな、さっきの踏まえて。これを、確かにな、これいきなりアイコンにならんかったらもうだいぶ強い。だからこれ地位出してくる可能性あるじゃん。一応チョキにしとくか、ずっと行ってみるか、うん、地位じゃん。よし、よし、これあとパーと思ったな。いやあ、16門蹴り、派手な攻撃してほしいな。16門蹴りよ、大巨人馬場の、次はだからパーいくか、チョキ出したから次グーで狙ってくるじゃろ。これか、これでいいと思うかな。なんだからこいつら、もう全部見えました。お、我ら見えました。いやいや、それ嬉しいけど、うん、嬉しいけどおもろくはない。だから今パー出したから、向こうはパーチー出してくるから、はい、これもういい、もういい。あっ、あれ今パー出した、そう簡単ではないのか。確かに急に狂ったな。あ、一気に結構狂った。あ、もうこれあれしかないな。これはこれで目押しだろ。目押しに持ち込めば勝てるから。え、あ、勝った勝った。いや、でも絶対食らうじゃん、じゃあ向こうのやつを。
三好に持ち込ませへん撮影じゃん。溜まってるから向こうも。あ、そういうことか。やられた、やられた、これはやられたかもしれぬ。まずいな。これもどれ出しても多分あれで来るじゃん、調子で来るじゃろ。一番低いなと、溜まるやつ、一番溜まるやつにしとくか。いざ勝負。あれは、あれ、え、これは、え、何このラッキー、何やねこれ。簡単。何このラッキー、簡単な並び。優しい、優しいな。使わんつもり。ヒントちゃん。今から使う技を次も使う。ブレンちゃんってことじゃな。どういうこと？まあ、今のやつはとにかくちょっとわからんが、この次は今のやつと一緒。今パーパーじゃったから。パーパーじゃったっけ？うん、パーとパーで、それがしが目押しで今言った。じゃから次もパー出してくると思うから、チョキ出してくるんちゃうかな。わからん。向こうがチョキ、チーを出してくる。今のまあ一番基本的な考え方。じゃあこれでいけばいいってこと。それやとは思うかな。たまらんか。これじゃたまらんのよ。あ、じゃあチョキ出しとくか。ああ目押しで。これで目押しで。うん、おお。そして簡単な目押し。あ、勝った。これは勝った。危な。ちょっとくれて。危なかった。今7やったらスンって下に滑るやつ。はい、いやーし。16問蹴りじゃ。よし、これでチョキ出してくるから。これも使えるかな。もうそれでいくか、派手に。いくか、派手に。派手な技頼むぞ。目立つやつ。よし。すっごい。ビーム出して、ビーム。ビーム頼む。うん、頼むぞ。いけ。回して、回して、近寄って、普通に蹴る、殴る、蹴って殴るだけ。派手に言ってくださいよ、最後。お見事。調子ええの、うん。でも一回だけデータと違う動きした。違うの。あれが怖い。あれが怖いのよ。よし。2連勝。あとは3回戦じゃろ次。風間殿。あと2人おるじゃろ。風間殿、ボードの。あ、あ、同じやつじゃん。うわ。最初はどういたす。まあパーで。ブードの。平で様子見る？いや、平で様子見ると思われてるからやっぱり。あいつ力、体力めっちゃ多いではないか、ブード。あー読めんの。ごさっとしておるから。じゃあチョキ出しとく？ただチー負けた場合これこんだけ食らうからの。まだチーか。多分パーで来るじゃろ。多分パーで来るのよ。呼んでおる。よーし。よしよしよし、これ一番にたまるから、ね、よし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 。でチョキを送るから、チョキ出すと思ってるから、うん、グー出すと思ってるからパーかな。パー流れで言えばな、チー出す。そうだね、いざ勝負。よしよし、まあ、これはこんな感じ。これはだから、あ、ほいほいほい、はい、よし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 、よしよしよし。なんでそうなる。あれ、たまらんな。なんで向こうのがたまんの早いんじゃん。うわ、ほんまや。チャージされてもらうのか、これ。となると今何やった。今チー出した。あー、パー出した。パーとパーで目押しで勝ったのよ。またパー出すと思って、ちょっと、うわぁ、まあ、チョキ出しといたら大、え、うん、大丈夫か。とりあえずチーで、うん、グーではこのじゃが。よし、はい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 、だいたいったー。いやー、よしよし、たまった。うわ、向こうもたまった。これは使っていいわな。まあ使うか、うん。向こう使って今度可能性あり、ほらな。よいよいよ。よし、いけ。
この後絶対助言が来るから。やめろやめろ。もっとなんか背中のあれとか。背中のあれは意味ない。出そうだけど、なんか意味ないみたいな。飛んでバーンとかやってほしいよ。あれ助言なかった。向こうはもうあれ出してきたらもうしゃあないから。いやまああれ来るから。あれが来る時のために。うん、さっき 何で終わった。今何出しとったあいつで。ああ分からん、今は見てないね。グーやったかな。グーやったかもしれんな。狙ってきてたな。前のチョキが影響してんのか。この辺ちょっとまあ、あその辺かな、分からんけど、まあ必殺で来られたもんな。まあ必殺じゃろ、まあ、そりゃそうじゃろ、まあな。で、まあ、このパーをこいつは覚えてる。やめてくだされ。うわー、やりゃ食らうとなると近づいてき方もなんかこうもっと強っ。逆転された。216、そんなんありか。来たー。するよしよしよし。パーだな。まあとりあえずはこれ愛子が勝ち、どっちにしても勝てるからね。愛子、愛子ルーレット。はいはいはい、よしよしよし。これでいや、あれあいつら一発めっちゃ強いわ。やっぱりたまるか、これで。なんでそうなる。たまれ。よっしゃ、勝った。よしよしよし、よかった。ちょっと一撃強かったな。いや強い、やっぱな、3回戦まで来たから。あ、もう強い機械使ってる。強からくりか、同じなんじゃかな。次やばいな、そうなると。よし、完全勝。よし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 、ノックアウト。お見事。ちょっと一撃食らったかな。よし、いやー、次じゃな。次が風間殿との。風間殿は決勝戦じゃよ。いや、うっ、俺らもおる。あれ、あ、風間じゃない。俺ら絶対強いやん。俺らなんだ、大人じゃもん。うわー、もうどれかもわからん。いや、まあまずは様子見。平から行こう。平出すと思われてそうじゃな。じゃあ、まあいいか、ちょっと様子見で。あうわ、700、倍以上よ。最終決戦にふさわしい。向こう拳で来るかの。向こうの書って拳なんかないな。ないないない。これか、これ平さみにしとこう。ち見たことない、確かに拳書手は。俺来たー。お見事。まあこれをで、あんまりそれはやだ。うん、なんでたまんねん、あいつたまんの。まあチョキ出したから、うん、あいつらはグーで来るから、うん、ひらひらかな。いざ勝負。もう危ない。うわ、これわからんねんな、もう。あー、これか。はい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 、おーめー。よし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 、これに持ち込めばだいぶ勝率上がるのよ。たまれ。それはやだ。よしよしよし。うわ、へれへんな。え、今が？今これで勝った。アイコでな。なんで今のアイコなんね。もう平出すと思ってる。だからこれで来る。これ。そう。ちょっと怖いけど、行ってみるか。初期っていう手もあるけどな、なんかもっ前か。ひら、アイコ狙い。アイコ狙い。アイコは勝ちじゃからな、正直。こっちにとって。拳ではこんじゃろ、この後。拳来たらもう、今までの蓄積がゼロなんてのは、全く。ほら、よし、よし、拳でよかった。こうなれば勝てる。はい。はい。はい。鈴見の音がだいぶ邪魔してきた。最悪じゃん。うわ、最悪。
あーっとまずい。たまった。でもたまったから。あーまあこれたまった。あいつらのでも。いやこれ向こう使うタイミングで使うのもう一撃で死んでしまうのよ。頼む。おアイコンにして目押しで買って。潰すしかない。潰すしかない。でも使わなしゃあなくない。どっちにしろ。でも使われたら負けじゃよ。また見送ってくるパターンもあるじゃろ。あったけどな。でもそれをここでやるから。え、相手を見る。え、ちょっと待って、何やそれ。え、あ、相手のあれを見れるってことか。まあでもこうなったら一緒やろ。いや地位はないじゃろ。まず貯めてくることはもうないのよ。100貯まってるから。来るとしたらグーか、この調筆、うん、一旦これでしのぐか。嘘やろ。それで通ったらもうお主はもう神として、神として末広安局番に語り継がれることであろう。これがコラボ行ってよいか。行ってみるか。でもぶつけな、多分この調子で殺されてしまうからな。そうやな。おい見てくると思うね、初手は。一回やったからな。あっ最悪死んだ。うわー、ここまで来たのに。いきなり来るか。ここまで来たのに。頼む、生き延びて、生き延びて。やめて。やりますね。うわ、耐えた耐えた。ギリギリ耐えた。覚えとけよ。よし、まあこれ調子ついて、かなりですって。まだ500あるから。次やると終わりやな。これも100ぐらいしか食わせねえからな。まずいや、そのグーと助言助言助言、これはやだ。助言全然や。何出すか言って。助言助言なし。まあいいや、これもだいぶ勝ってるから。今何出してた？チー、チー出してたな。あと 70% やから、もうためグーはないと思うな。なるほどな。じゃあチョキ出しとくか。頼む、アイコでもいい。よし、失敗したから。はい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 、よーし。まあまあこれでいいやろ。でチョキが出したから、次グーで来るからバーか。助言助言助言。あ、まずいまずい。絶対使ってくるやん。絶対使ってくる。もう無理や、もう無理や、無理や。なんで向こうもたまる、攻撃した時もう無理やな。一応データで言うとグーだから、今それがしてチーで勝ったからグー出してくるからパーやな。もうそれしかないの、こっちが出すの。殺しに来た。避けて避けて。せっかくここまで来たのに。強いわ。いやー、うわー、いけた。うわー、あー、だって再生無理。これやめるしかなかったか。やめるしか、無慈悲な選択肢しかないのよこれ。無慈悲じゃ。ちょっと部が悪すぎる。しんのすけの負けです。倍ぐらいこの力があるからの。風間くんとやってないの。どっかで予選敗退なんじゃろ。かわいそうやな。いやちょっと土つけたいけどな。まあええか。遊ぼえたい。ファイヤー。腹立つな。ファイヤー。なんだ、大分敦史が一回来てファイヤー教え込んでこんなことなってるのかもしれない。無念ね。あー、なんじゃった。なんか光ってるな。何をいたす？いや
え、何をすればいいの。特に何もなし。何もないみたいじゃな。え、あの恐竜相撲してても火はくれるんか。くれるの。くれなさそうか。くれなさそうじゃな、うん、結局おもろいの恐竜相撲。恐竜相撲一番おもろいかもしれない絶妙にこのちょうどこっちが考えて太刀打ちできる。準優勝したから。いやなかなか、オララ殿倒したいのよ。どこ行けばよいのじゃ。もうのたれ死ぬだけじゃん。どうこれ。何をするべきじゃ。絶命。え、ああ、ちょっと水だけやりたかったな。ふふい。なんかお使いあるかもしれんな。ちょっと見るか。ゆゆこおばちゃん。あゆでも釣るか。あゆ釣り。いや、アユって一番難しいのよ、釣りの中で。え、誠か。渓流釣りっていうのは川魚は難しいと言われておるのよ。そんなに難しい。どこで釣れるかな。うろうろしてるな恐竜が。あれ消えた。ちょっと待ってもこればっかりじゃよじゃあこれも抜け出せんのか、この世界から抜け出せんのよ。あれなんか巻き寿司か。これ何ごずもやっただけじゃんな。こんなあった、こんな飯。うん、ひきゃくれましたな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。しんのすけは、悪の博士は、いい人、うん、あ、それともこれも処理せんならんな。僕とっぽいだの。なんか勘違いされてるだけの、うん、良きお方っぽい気がするかの。いい風呂、今日の疲れがいっぺんに吹き飛ぶぜ。かわいいの。今夜は外に出ちゃダメよ。出たいときはま、こえーこえーさあ参るか。風呂上がりに靴下履くタイプか。そこで食べていたのです。これな、ある日、この辺もどうつながっておるのかの。食べる？調べる。あ、夜か。ね、夜は、あ、もう泳いでるっちゃ泳いでるな。夜釣り。よし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 。お、新しい。なんかキラキラ光っておるの。何何？やりたなんかな。ごじゃ、いっぱい持ってるやつじゃ。え？手前なの？画面の。全然、あ、違うの撮ってる。違う違う。もうこいつを撮りたいな。むっちゃこっちじゃろ、たぶん。あ、取った、取れた。うん、もう持ってる。
おーい、終わった。これで何日目が終わったのよ。10日目。11日目が終わった、うん、おもらっておるで、岡田さん、これ。なるほど、銀杯、金杯がもらいたいな、はい。あれ？おやすみ、しんのすけ。これオララじゃったかな。オララじゃよ。え、いつもミサイが姉がしてくれた。オララの時もあった。こないだぐらいからオララになってる。怖っ。うん、なんかそういうのにも鍵があるのかな。さあ、12日目の朝。気が狂いそうじゃよ。え？誰か増えたり減ったりしてないか。あ、増えてない？もしかして もうおらぬもんな。全員出た。あ、でもキネ殿とかおらんな。キネ、風間、うん、おりそうなんじゃかな。でもロボットもおらんの。カラクリ人形、ではいただき、ここでの会話で、さて、そう、このあとこの会話で情報は、あ、なかった、何もない、今回はなかった、何もないか。お、あ、当たった。しんのすけが昨日の晩御飯、博士は、あれ、怖がってほしい。なんでなんじゃ、まずいな。え、はい、急に移動して、博士のタイムマシンはノートパソコン、え、博士はしんのすけに古代のタイムマシン、あら、いけそうじゃな。ほう、ふわふわ、パウパウ、トワトワ、チリチリ、ラ行を抜いて、心に浮かべて、タレル、イレム、マレシ、ロンロ、これわからんのよ。ユラレ、やって、こらい、おっと、危ないじゃないか。あれ、最後のボタンに触らなければこのマシンは動き出さない。どのボタン？このボタン、あ、押しちゃった。行くぞ、過去に。まずい。博士の思惑が空中にタイムマシンに飛び込んで、全ては一瞬の出来事。え、過去に行く、これは。え、わわわわ、違う、大変なことだ。出た、凶悪凶暴じゃ。これは強そうじゃな。恐竜相撲やりたいな。いいです。恐竜相撲やろうぞ。こいつ強そうじゃな。うん、わ、逃げろ逃げろ。あ、悲鳴、笑い声。笑い声。笑い声。被覆？割れる窓ガラス。伸びていくラーメン。細かいの描写が。それは博士が思っていた。そして恐ろしい恐竜。これは危ういぞ。これは急に平和な街が。これは街ごと壊される可能性があるぞ。足並み揃えすぎて。あ。我が輩はこの地球を征服する。え？そして世界中の遊園地の年間パスを手に入れて、うん、遊び放題。めちゃくちゃアホやんか。その手始め、まずはこの街を征服。目的めっちゃしょぼいな。これ開発できたのに。遊園地パス欲しいだけなんじゃない、うん、もっと手段あるじゃない。この遊戯の進み、時間の流れがそうさせるのか知らぬが。
眠たくなるのよ。寝る前とかおすすめじゃないこれ。うん、うん、どうしゃー、これは聞こえましたな。あのあドラマか。なんか初対面、あ初対面になったんか。ええどういうこと。あそうか、初対面の状態か。あどういうこと。ちょっとついていけんの。2回目あでも1回目の感じになってるな。なってる。というわけで先週と同じようにしんのすけは栄えある子供よし。いや凶悪。あこれは聞いたことあるな。あ別にならんのか。これは歴史に残る大スクープだ。すごいぞしんのすけくん。ほらん、この星は何なんじゃろうな。何じゃろうな。凶暴な恐竜のことは書いてないか。え？契約数。そんなすごいの。伸びてる伸びてる。すごいではないか。おーっと何でも変える。なんかチョコビを与えたら札もらえるみたいな言ってたな。恐竜相撲で。めっちゃすごいね。これを伸ばしていかねばならんのかな。2枠要素大幅に大幅にやりすぎやりすぎ引く引く500でいいから。2000もやられたら販売数が増えたのでおめもらえた。あえなんかもらった。HP50 アップ。こんなんあったんじゃない。あ、まあ、止まった。攻撃力50アップ。いやいや、あの状態で勝ってたらすごいのかな。もしかしたら準優勝してあれにちょっとやる順番全部ぐちゃぐちゃなのよ。うん、あれ車なんか止まってなかったかな。星3つもあった。あれ売り上げ伸びたら星5つになるんちゃう最後。あちゃうかな。ちょっと隙間あるもんな、不思議で。もう大河原場に取り上げられておるぞ。すごいの。挑むか。挑もう。多分あと50勝てるじゃろ。勝とう。今日もやってんのかな。やってるやってる。いや揃ってないな。大会やって好きよな。あすごいすごい。みんな好きよな。もう雲ど虫みたいな集まってきた。あ違う、大会ではないんじゃな。大会がおもろかったのよこれ。勝ったじゃろこれ。これ負けたのよ。最後キネ殿。ああ2周目のキネ殿か。いや大会の日だけじゃん、おそらく。うわ優勝しとかねばならんかったのよ。優勝したかったな。何ともやって。くそうか、何回もやっとかなかったんか。まあいいや、ちょっと倒すか。だってもう弱いもんこれ。さっき800ぐらいあったからね。悔しい。明日帰るのか。明日帰る。すごいすれ違い方した。
あーもう感じた。俺ばっかりじゃ。明日帰るって言ってたな、うん、これでいただきます。最後の晩餐じゃな。帰れるのかこれ。どうなるかじゃな。お、うん、幼稚園児が作る新聞としては九州最大、うんうん、競合ないじゃろそんな。ないじゃろ。ごちそう、ごちそう、うん、ここまではもういつもと共に一緒、うん、のんきな話しておるな。名前決め。ああまたか。恐ろしさ特大話。恐ろしさ特。こうして今回も。よし。お。たやい。たやいやい。意味ないのよ、風呂のシーン、いつも。そうなのよ。夜は外に出ちゃダメよ。出たいときはママも行くか。お、飲んでる人おる。ああ、父意味か。今日はどんな…見て見て、これは歴史に残る大スクープだ。すごい、すごいぞ。うん、いいよ。ありがとう。あ、そのことか。では、しんの。すごい。新聞の新規取るってなかなか難しいぜ、今の時代。300人取ったからな。うん。あったあった。ててこいつが何か鍵握っとるか。これをのちょっと写真に収めたいんじゃかな。写真無理か。これにまつわるなんかのないのか。仕事は背中の火を消せとか。あ、そろそろ家に帰らないとな。むっちゃ怖いよ。消えた。犯人の現れ方やん。そろそろ恐竜が消えて、なんとな。意外に可愛い寝顔してるな。あ、なんか喋ってる。さあ、最終終わりじゃ。さあ。ここまでかな。完全終了いけるじゃろ。うん。今日からおそらくいけるはずじゃ。え、おらんかった？キャップ。え、キャップ参加しますって言ったけど、おらんかった？多分おらんかったんじゃろうな。編集長これもなんか意味あんのか。しまいかな。しまいじゃな。では消しますか。もうセーブしたところで終わりやんな。うん、さてと、ごちそうさまでした。もしかしたら終わるってこと。こっから。ごちそうさまでした。帰る日の朝食よ。多分2階に怖い恐竜がこの町、全く何も解決できず、野原家の面々がまたまた春日部へ戻る時がやってきた。ああ、ちょっと先見てみるか。見るか。うん。解決もしてないから絶対このまま終わらんのよ。吉子との約束を果たすまでは帰らないぞと言い出したし、でもさすがに。じゃあいつもの、はい、チーズ。これ以上ないのかい。
おっと、そろそろこれで、おやる気、またあの恥ずかしいダンス、また呼び出す。研究所の壁には先週熊本駅で撮ったしんのすけたちの、そしてまだ若かった頃の博士と母親の幸せな写真。ふわふわパウパウパウとわとわチリチリ、これが何なんじゃろうな。ラ行を抜くのよ。たいやってこい、やってこいと言ってるんですよ。それが何かわからん。ああ、なんか呼び出した。また博士の思念がタイムマシン、すべては、また新たな呼び出しよった。行くぜ、エクションピー、ビビ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 。おシーンが取り戻される。またや。いつに戻るんじゃ。あ、この駅じゃろ、これ。うわ、不気味じゃな。しんちゃん寝ぼけて。うら、今回はねねちゃんのリアルおままごとくらい怖かったぞ。え、何が怖いの。サメの夢。恐竜はおるんじゃろ。こっから3週目じゃな。あと1週間。不思議な。ほら、この場所。しんのすけは再び先週月曜日のこの怖い世界やな。戻されてしまったのでした。どうしたんですか。どうやらここの遺跡からほ、おやの、見た見た。ああ、来た来た。知ってるよもう。やっと着いた。こんにちは、お世話になります。ひろしさんもお久しぶり。しん、初めてじゃないんだ。これは厄介じゃな。どうなっておるこれ。見せてひろしが古くからどっかりお世話になっています。こちらはヨヨコお姉さん。知ってるぞ。いわばヨヨ聞いた聞いた。これもチクバ、小さい頃から。よろしくね。ご覧のようにしょ。ララコちゃん大きくなった。うん、もう中学生。お姉さんお久しぶり。大きくなったでしょう。ネルコは、それは、これお父さん、これそれはデンキやな。あ、ちょっと変わったの。いやそうじゃな。ブリブリ、え、会社立て直したからそろそろできるのではないか。始まった新しい一週、そうじゃな。よしこうね。とにかく発行部数を伸ばして伸ばして。ああ、戻った。この日終わって終わろう。じゃあちょっと新聞行ってみようか。ああ、もうこいつは来てるから、ね。こいつもおる。もう最新になっておるな。都心、そしてやはり、あれ、終わりじゃ。誰もが面白い記事を求めている。しんのすけくんも我が頑張ってく。発行部数は元に戻されるのかな。おらんの、おらんの。おや、あった。夕方終わりました。どうやる。いただきます。いただ、繰り返してるな。
まったくわからん。ごちそうさま。まったくわからんな。あ、これな。ありがとうございます。お？これが読んでるやつか。進んだ。出てきた。お母さんは亡くなられておったんじゃ。ここまでいいかな、これにたどり着けんってわけじゃな。うん。こうして姉妹は大切な、しんのすけはまた2階の部屋に入れるようになった。やった。ちょっとずつ進んでるんだな、こうやって。ちょっとじゃな。あれ、ひまり風呂はこれ何のための風呂なのよ、絶対見せたいのか。夜は外に出ちゃダメよ。ここも、声かけたぞ。あ、ここにおららおったんじゃがな。あ、水すみそう。さて、お母さん、誰か来てるよ。来てるよ。こんばんは。この子、お姉ちゃんの友達の子なの。ふふい。覚えてる？さっき駅前で会った恐竜の骨。ふふう、ねえねえ。夏休みでしばらくこっ、うちの子たちと同じくらいだね。はい、じ、あれ、うん、やっぱりこれで何回目だ。3回目じゃな。ちょっとずつ変わってるんじゃがな。眠なってきたな。それ眠なんのよこれ。あ、え、みんな汽車の音しだした。音はするなよ。汽車はないけど。女の子でした。おっと、動かせる。あれ、どうなったか寝るんじゃったっけ。どう、お、開けた。あ、一体どこれな。ここも最後の謎じゃな。ここも謎。あんなとこ人おったか。ガキンチョは帰る。ちょっと芝居じゃん。帰らせてくれた、安心だっす。そういう体になってきたもん。よし。あ、でもなんかちょっとずつ話は進んでるんじゃが、ええ、あら、はい、またこれ味噌屋の母牛に変わった。謎じゃな。終身。ここまででよかろう。うん。次終われるかな。あと2回ぐらいいりそうじゃな。うん、あと1週間いくからの。あと1週間か。の、それでは、この弓取り体操を見ながら、こたびはお別れでございます。さらばじゃー。